10月20日月曜日、連休明けて本日から1週間の始まりです。皆さんこんにちは、鈴木桃子です。本日私がやってきているのは、じゃん、こちら森の石窯パン屋さん。こちらは笠間市にあります。皆さんそして気になりませんか、この丸くて大きな、何でしょうね、この円柱状のものは。これがお店の名前にもなっている石窯なんでしょうか。気になりますね。外観もとっても素敵な外観になっています。もう待ちきれませんので、早速中に入ってみたいと思います。失礼します。こんにちは。すごい、もうパンの香りが、いい香りがすごいします。わー、美味しそうなパンも並んでいて、そして見てください、森パンランチ始めました。ランチもやってらっしゃるんですね。お2階でしょうか。こちらイラストでランチプレートが書いてありますけれども、とっても美味しそうですよね。もう店内も森の石窯パン屋さんという名前にふさわしく、こう可愛らしい飾り付けになっていて、デニッシュ系ですかね、とっても美味しそうなパン。そしてこちらからは厨房も見える、皆さんがこうパンを作ってらっしゃるところが見えますね。サンドイッチ系もあって、とってもこうバリエーションが豊かなんですけれども、すいません、こちらパンの種類たくさんあるんですけれども、この中でおすすめは何になるんでしょうか。はい、当店一番のおすすめはクロワッサンブールになります。クロワッサン、もう気になってました。こちら、こちらですね、人気だけあっても 1,2,3 と3箇所に盛られていますけれども、もしよろしければなんですが、ちょっとお味見をさせていただいても。ぜひどうぞどうぞ。ありがとうございます。やったー、試食させていただけるということで。はい、うわー、すごい美味しそう。こちらは焼きたてですか。はい、焼きたてです。じゃあ早速こちら割ってみたいと思います。わー、わかるかな、このサクサク感。うわー、中はすごいしっとりしてますね。しっとりしてますね。外の生地はすごいサクサクなんですけど、中はすごいしっとりともっちりしてます。ほんとだー、おいしそう。パリパリの外ともちもちのこの中の生地が。では早速、はい、どうぞ召し上がってみてください。いただきます。聞こえますかね、このサクサクの音。すごいですね。なんかバターの香りが。そうなんです、バターもたっぷり使ってまして、はい、外のサクサクと中のバターのその食感が、はい、二度楽しめるのがおすすめになってます。ちょっとこう甘さ控えめな感じですね。そうですね、サンドとかにもなって出てきたりとかもしますので。じゃあもうお食事にも合うし、はい、お茶と一緒に飲んでも。そうですね、美味しいし。そうなんです。あ、これ人気の理由わかります。ありがとうございます。もう後からバターの風味が、うわー、美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に美味しいです。わ、他のパンも美味しそうで、もう野菜とかあと甘いフルーツが乗ってたりとかして、たくさん種類がありますね。あ、そしてあちら、もしや表にあったあの円柱の正体ではないでしょうか。これが石窯なんですかね。すいません、こんにちは。ちょっとお話をお伺いしたいと思います。こちらマネージャーの根本さんです。すいません、お忙しい時に。いいえ、はい、こちらまさかあの表にあった石窯ですか。そうですね、あのスペイン製のですね、石窯になります。スペインのですね、職人さんが来て一つ一つ組んでくれたんですよ。一つ一つ、はい、しかも職人さんが作ってくださったんですね。そうですね、はい。結構作るのにも3日ぐらいですね、もう朝から晩まで、はい、かかって作ってくれましたね。
か、この石窯で焼くパンは、はい、やっぱり違いますか？違いますね。やっぱりあの輻射熱を兼ねているので、あのふっくらとした美味しいパンが焼けますね。でうちのパンは、はい、あの地元の農家さんからですね取ったイチゴがあるんですけど、はい、それから培養した天然酵母を使っているので、とっても美味しいんですよ。そうなんですか、はい、こちらお店はちょっとこう新しいような感じがしますけれど、はい、オープンはいつだったんでしょうか？オープンはですね7月のですね8日になります。7月の8日、はい、今年ですか？はい、今年ですね。ではもう本当に出来たてほやほやじゃないですか？そうですね、はい、まだオープンしたてなので、なかなかあのパンがですね間に合わないところがあって、お客様にご迷惑をおかけしているんですけれども、あのこれからですねどんどんいっぱい美味しいパンを作っていきますので、どうぞよろしくお願いします。でもやっぱりオープンしたてでその、はい、パンが間に合わなくなってしまうぐらいこうなくなってしまうということは、それだけもう美味しいパンが大人気ということですね。はい、多くのお客さんがやっぱり来ていただいてるんで、そこが本当ありがたいですね。ではこのパンを食べてみたいという方は早めにということですね。はい、ぜひ来ていただきたいです。はい、ではぜひ皆さん、こちら笠間市の森の石窯パン屋さん、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。焼きたての美味しいパンが食べれますよ、はい、早めにということで、はい、では本日も元気にスタートしていきたいと思います。いきますよ、はい、岩木らステーションスタート。こんにちは。10月8日月曜日でございますよ。はい、月曜日です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、今日も県庁スタジオから生配信でお届けいたします、はい、県民総出演いばきらステーションでございますけれども、オープニングから美味しそうなものが出てきまして、うん、出てきましたね。ねえ、はい、で何ですか、あのがっつり食べてましたね。食べてましたね、クロワッサン。鈴木桃子さんでしたっけ。桃子さんですね、はい、確か鈴木桃子さんとおっしゃいましたね、はい、鈴木桃子アナウンサーが、はい、クロワッサンを2つに割り、さらに2つに割り、はい、食べて、はい、焼きたてをね、焼きたて美味しい。うーん、さっきはフランスパンみたいなのがあったの。 ありましたね、うん、もうダメですもん。誰か湧いてきちゃった。お昼回りましたから ね、 、はい、ね。さあ、というわけでね、非常に美味しいものから今日はオープニングスタートしましたけどもね、はい、それは美味しいものが出るぐらい、ね、長くなりますよ、オープニングも。ね、そうですよ、ね、今日は。なので、まずはその前に、はい、空模様を見てみましょう。どうぞ。笠間市芸術の森でございますけどもね、色づき始めてきましたかね、はい、ですね。またちょっと赤いのも綺麗です ね、 ね、ちょっと薄雲が出ておりますが、はい、秋空でございますね。気持ちがいい、気持ちいいですね、はい、ね、まあ、超えちゃいますけどもね、はい、はい、我々も超えておりますが、はい、すいません、はい、さあ、こんな相葉キラステーションでございますけれども、皆さんからのね、ご投稿、ソーシャルストーリーもお待ちしておりますよ、はい、こちらです。はい、番組のご感想、我々のコメントもいただきますけども、先週からね、あの、はい、テーマを作って、はい、皆さんからいろいろ投稿いただいていますけども、今週のテーマはこちらでございます。はい、はい、行楽の秋、あなたの行きたい県内観光スポット。おお、ね、まあ、昨日も今日もいい天気じゃないですか、はい、ね、こういろいろ出かけたくなりますでしょ。そうですね、やっぱりね、うん、秋っていうと、ね、うん、なのでこうどこに行きたいか県内、はい、うん、いろんな観光スポットあると思うんですよ、例えば北茨城の方がね、普段行かない、古河の方まで行ってみたいとか、そういう、まず逆もあるじゃないですか、はい、県南からね、そう、五日町の方がね、大学行ってみたいとか、はい、そういろいろあると思うんですけども、はい、県内で行ってみたい観光スポット、ぜひともですね、ソーシャルステーム理由もね、書いてね、ソーシャルステームの方にお書きいただきたいと思いますよ。お願いします。よろしくお願いしたいと思いますね。こんな感じでございますか。はい、そんな感じでございますね。なんかね、考えてみたら西野さんと月曜日組むのすごく久しぶりな気がしちゃって。すごく久しぶりなんですよ ね、 ね、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます、よろしくお願いいたしますなんかリズムが狂っておりますけど。そうなんですよね、はい、まあ、はい、その中で今日もですね、楽しくお届けしてまいりますんで、一つお付き合いなのでよろしくお願いします。茨城県自然博物館では現在開館20周年記念企画展新茨城ふどき
人と自然の物語を開催しています。茨城には全国有数の出荷量を誇る農水産物や自然を生かした伝統的な工芸品、自然と関わりの深い歴史ある祭りなどが存在します。今回の企画展は人と自然の関わりをテーマに、茨城の豊かで多様性に富んだ自然によって育まれてきた産業や文化などに焦点を当てて紹介します。展示の目玉は常陸太田市の東金沢神社と西金沢神社からお借りした2基の神輿です。72年に一度だけ行われる大変珍しい祭りである金沢磯出大祭礼で担がれるこの2基の神輿は、実際の祭りでは出会うことがないため、2基を同時に見られるのは非常に貴重な機会となっています。新茨城ふどき展は11月24日まで開催しています。詳しい内容はミュージアムパーク茨城県自然博物館のホームページをご覧いただくか、電話番号 0297-38-2000 0297-38-2000 までお問い合わせください。茨城新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。国際親善姉妹都市のアメリカアナハイム市を訪れる水戸市訪問団の結団式が今月11日水戸市内で開かれました。結団式には団長を務める高橋康水戸市長をはじめ、一般参加の市民団体などが出席しました。国際親善姉妹都市で築き上げてきた交流、それが両国の平和のために、このような形で高橋市長は挨拶で、水戸市が抱える行政課題である観光集客力アップや市民会館建て替えへ参考になる文化行政事例を学びたいと話しました。ソフト事業、さらには文化振興事業等を進められております。ぜひそこも学ばさせていただきながら、水戸市として新しいその文化行政を、この市民会館の設置を、今回の訪問団は随行員を含めて合わせて26人です。一行は今月26日から来月2日までの8日間の日程でアナハイム市とハワイ州ホノルルをめぐり、アナハイム市長への表敬訪問やコンベンションセンターなど公共施設の視察が予定されています。水戸市とアナハイム市は1976年に姉妹都市を結び、水戸市からの訪問団派遣は今回が31回目で合計888人に上ります。続いてのニュースです。これからの季節、茨城を代表する魚といえばアンコウ。グロテスクな見た目とは違い、高級食材としても知られ、茨城の郷土料理ドブ汁の食材としても有名です。アンコウは一体どんな魚なのか、見て味わって学ぶ催しが今月12日日立市内で開かれました。じゃあ皆さんお揃いですのでこちらにお集まりください。この催しは県自然博物館が開いたもので、県内外から親子連れなどおよそ30人が参加しました。アンコウは国内で86種類が生息しており、このうち茨城沖で見つかっているのはキアンコウやミドリフサアンコウ、赤グズなど9種類です。食材に使われるキアンコウは水深500メートル前後の深海の海底で暮らし、魚やイカ、タコなどを食べているということです。アンコウは泳ぎが苦手で、ヒレも海底を移動しやすいように変形しているため、スイスイと泳ぐ魚を追いかけて捕まえることはなかなか困難です。アンコウの武器は頭部にある疑似状態と呼ばれる突起です。砂の中へ潜り、
海底からこの突起だけを出して振り、餌と勘違いして近づいてきた魚を捕まえるのが得意技です。アンコウは食材として口以外のほとんどが食べられます。参加者はアンコウの吊るし切りを見学し、地元の漁師たち手作りの郷土料理ドブ汁のほか、肝と身だけを使った煮あえを味わいました。コラーゲン、ビオニーというので期待しながらいただいてます。アンコウの吊るし切りは見たことなかったので、とてもなんか見たいなと思いまして申し込みました。やっぱり勉強にもなって、でお腹もいっぱいになってとても満足でした。最後のニュースです。今年107回目を迎えた日本最古の菊の祭典、笠間の菊祭りが18日、笠間市笠間の笠間稲荷神社の境内をメイン会場に開幕しました。菊祭りは笠間稲荷神社や笠間観光協会、笠間市などで作る笠間の菊祭り連絡協議会が主催しています。初日には関係者らが出席して開会式が開かれました。38日間多くの皆様方にお越しいただいて、そして笠間の素晴らしい秋をご堪能いただきたいというふうに思っております。毎年楽しみにこの菊祭りを訪れる方にとっても、また多くの方にとっても、非常に喜ばれる菊祭りとなりますことを我々も期待をしているところでございます。この後、恒例の菊人形手のテープカットが行われました。それでは笠間稲荷菊人形手テープカットを取り行います。ハサミをお願いいたします。ありがとうございます。今年の菊人形手は NHK 大河ドラマ軍師官兵衛の名場面全11景を再現しました。来場者は色とりどりの菊の花で飾られた登場人物を興味深く楽しんでいました。栃木の益子町なんです。初めてですね。でも祭典のも結構あるんで楽しめますよ。まだまだかなって感じです。満開になると綺麗かな。入り口のところを 見ると、年に1回の初参りだけ来るんですけども、菊祭りは今年初めてなんです。いや、やっぱり感動しました。よくできてますんで、特に菊人形はよくできてますね。11月24日までの期間中、会場はさまざまな色形の菊およそ1万鉢に彩られます。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。皆さんこんにちは、ピタバル実行委員です。日立の町バルイベント第2回ピタバルが開催されます。日にちは11月6日木曜日から12日水曜日までです。前入り券は3200円、発売場所は日立駅情報交流プラザフラット日立と日立市弁天町にあるダイニングバーセカンダスダイナー、街中交流スポットよってけ FM3 カ所で販売しております。こちらでぜひご購入くださいね。またインターネットからの予約もできます。ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。ピタバルで検索してくださいね。皆さん待ってます。食べ歩き、飲み歩き、お買い物めぐりでピタバル。今からピックアップ。はい、このコーナーは、はい、このコーナーは皆さんにいばキラ TV の Facebook のページにいいねをしていただいて友達になってもらいます。そこに日頃あった出来事、写真や文章で投稿していただき、私たちがピックアップするコーナーです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そういうわけでございまして、はい、今日の一枚に参りましょうかね。こちら。
秋なんだよね。そしてあっという間に冬になっちゃうんだよねっていう。確かにいい色づきですね。いいですね、この青い空、ね、ちょっとドーンと出してもらえる、大きくドーンとドーンと。あ、綺麗。いいですな、ねえ、ま、秋なんだよね。ブルーが綺麗ですね、これまた、ね、奥に見えるこの青空がいいですね。うん、最高。そしてでも気づいたらもう冬なんですよ。おっしゃる通りですよ。本当ですよ、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。雪すぎる秋を満喫したいですね。ねえ、はい、続いてまいりましょう。こちらでございます。わかりますでしょうか。そう、綿菓子です。ちょっと大きくしてみましょうか。綿菓子ですね。綿菓子ですね。多分10年ぶりくらいの、うん、ただのザラメをちょちょっとあれしただけなのに、なんでこんなに美味しいんですかねという。まあ確かにあれしただけですけどね。でも美味しい、うん、確かに。あ、でも綿菓子も食べてないですね。あ、そうですか、うん、へえ。最近食べました。最近食べましたね。夏祭りで、うん、やはりあのリンゴ飴とか綿菓子とか買っちゃいますね、うん、あ、いいですね。うん、綿菓子ね、食べたい。ほわっと溶けてね、いいですよね。美味しいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こういった秋祭り情報もぜひ教えていただければと思いますけども、ね、うん、いいですね、はい、続いてこちら。おしゃれな感じでございます、ね、はい、先日つくばラーメンフェスタ ありましたね。つくばラーメンフェスタで3店のコラボラーメンを食したのですが、はい、普通に1店ずつ食べてみたくて、まずは、うん、あ、これ花丸と書いてカワンって読むんですね、はい、ちょっと大きくできますかね。カワンカワンって読むんですね、はい、初めて知ってみました、うん、おしゃれな看板です ね、 ね、うん、カワンへ。しつこくない鶏そばで、うん、醤油ベースのさっぱり汁とまっすぐ縮れていない中太麺が見事に絡んで美味でしたということでございますけど、ラーメンも大きくして、あ、お腹鳴っちゃいました。美味しそう。チャーシューのね、うん、まあ、染み具合ですよ。あ、これが美味しそうなんですよ。美味しそうですね。ラーメンフェスタでもすごい人出だったみたいですね。すごかったみたいですね、今年もね。ねえ、いやいやいや、美味しそうなものありがとうございます。ありがとうございます。1店ずつ食べてみたけど、これ1店舗しか出てこないけど、この後どんどん出てくるのかね、楽しみです ね、 ね、はい、シリーズがあるんでしょうか、はい、ね、楽しみでございます。、はい、じゃ続いてまいりましょう。こちらでございます。水戸芸術館ですね、はいはい、水戸芸術館の芝生で茨城の名茶やお菓子、特産品などが並ぶお祭りが開催されていましたと、うんうんうん、あ、土曜日のことですね。お、なるほどね、はい、緑茶だけではなく紅茶もありました。うん、おお、あ、大きくできますかね、こちらの写真。すごいですね、あの芝生広場でテントをいっぱい立ててやってらっしゃるんですね、はい、発する肛門の動きが妙に速くて写真がうまく撮れないほどでした。元気になるお茶もあったのかなって。あ、発する肛門が元気になるお茶飲んだんですかね、もしかしてですか ね、ね、でも発する肛門、どっちの発する肛門ですかね。あ、新しいこと、あのスーパー発する肛門と、はい、どっちの動きだったんだろう、ね、気になるわ、うん、でも早くて取れなかったんです。悔しいな。ということですね、悔しいですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さて、はい、皆さんがこうやってご投稿いただいた写真をご紹介してますけども、この後はですね、はい、あの西野さんがなんかどちらかに行ってきた写真がいっぱいあるということなんですけど、はい、はい、ご覧いただきましょう、うん、昨日北茨城市のマウントアカネで行われた、うん、はい、収穫祭、うん、どぶろく祭りに私行ってまいりました。ご覧ください。こちらマウントアカネという宿泊施設なんですが、うんうん、ゼムスさんもあの一度あのガラス工房シリカ、はいはい、であのガラス在庫を作られたと思うんですけど、はいはい、あのジェームスさんのなんかサイン色紙もまだありましたね。あ、当たりました、よかった、当たりました。あ、いらしたんだと思ったんですが、うん、そのシリカから坂を降りるとこのマウントアカネがあるんですね。ああ奥にありましたね、奥に、はい、はいはい、そうです、でこちらで行われてたんですが、うん、はい、たくさんのお店が並んでいて、こちらは陶芸の、はい、先生が、地元の陶芸の方が、ああ地元でやってらっしゃる、そうなんです、女性の先生が、うんうん、はい、そしてこちら干物、うん、目光とか、目光の干物はね美味しいんですよ、美味しいんですよ。あとカレーとか、うん、珍しいもので稲田の干物がありました、
あのブリの子供の食べ応えあるんじゃない？ありますね、大きいですね、うんうん、そしてこちら石窯のピザがあって、こちらはピザの、自分でピザを作って体験ができるんです、はい、そしてボノボノっていう、はい、ですね、そうなんですよ、うん、はい、そしてこちらはおこわですね、炊きたての山菜おこわ、湯気がすごいな、ね、美味しそうでしたね、炊きたてをね、こうね、盛る前にちょっとつまんで食べるのが美味しいですよね、そうですね、つまみ食いってなんて美味しいんでしょうね、うん、そうですね、うん、そしてこちらはおそば、手打ちそばなんですが、二八そばですかね、ほう、大盛況でした、やっぱね、これがそばのシーズンですからね、そうですね、おそば、こちらもね、見事に行列でしたよ、さあ、そしてこちらはメインステージなんですが、うん、もう一日中あのたくさんの方がいらしてコンサートをなさっていて、うん、こちらひたちなかのバンジョー弾かれる方々なんですけど、すごいね、メインステージ、ね、ベースがしっかりしますね、そうなんです、なんかあの、うん、ほのぼのとします、そうです、はい、ほのぼのとします、ほのぼの、このね、ほんとバンジョー、バンジョー、僕ね、あの、演奏一回見たことありますけど、すごいですよね、うん、なかなかね、上手でしたよ、うん、あのトークも上手なんですよね、そうです、面白かったですね、うん、ね、うん、お客様たくさんでしたよ、いい、ね、はい、はい、そして次はこちら先ほどの石窯にピザが入れられたところですね、うん、はい、あ、あんな感じで入れるんだ、そうなんです、ジェムさん、これでピザを入れて何分ぐらいで焼き上がると思います、うん、5分とか10分とか、なんと2分半なんです、そのまで焼けちゃうの、そうなんです、いいね、どんどん焼こう、ねえ、バンバン焼いていこう、そう、350度で、うん、こんな美味しいピザが200、これはコーンピザ、そうですね、本当にコーンチーズ、これはコーンチーズ、そしてウインナーがちょっと乗ってるんですけども、はい、2分半でできてしまったということなので、すごいね、はい、あの、はい、はい、はい、今気づいたんですけど、はい、9割方食べ物じゃないですか、何のことかしら、西田さん、なんかあのお祭りの雰囲気というよりも、はい、食べ物っていう気がしたんですけど、うん、気のせいでしょうか、あ、でもあの私、うん、今朝は早く起きて走ったんですよ、そういう問題じゃない、ね、そういう問題じゃなくて、このお祭りの雰囲気じゃなくて、うん、美味しそうなものがいっぱいあるのっていうのは伝わってきたんだけど、バンジョーしかないね、お祭りの雰囲気、あのでもいろいろあの古代食作りの体験とか、うんうん、あとそういうの見たいね、そういうの映像とかで見たいね、もう本当食べれこうなってしまいましたけどね、まあでもこういったね、やっぱこの秋ならでは、ね、はい、味覚の秋、ね、食欲の秋ならではのこういろんなイベントも各地で、ね、行われているでしょうか、こういった写真もぜひ皆さんご投稿いただければ我々嬉しく思いますね、よろしくお願いしたいと思います、さあ、茨城県内ですね、各企業さんお店様に、我々のいばキラー TV のポスターを設置ご協力いただいております、で、ご協力いただいている企業様、お店様をご紹介していきましょう、はい、今日はこちらでございます、はい、積水ハウス様でございます、おー、ありがとうございます、すごい、もうね、もう有名どころでございますよ、本当です ね、 ね、お張りいただいているということで、はい、自立企業でございます、ありがとうございます、このようにまだまだですね、県内企業様、お店様、ポスターを貼っていただけるところ、ご協力いただけるところを募集しています、コメントいただければ我々を持って、伺いますのでよろしくお願いします、お願いします、そしていばキラピックアップの方でも皆さんからのご投稿お待ちしておりますよ、お写真コメントを添えてぜひともお寄せください、よろしくお願いいたします、以上、いばキラピックアップのコーナーでした、JA 全農茨城では旬の茨城野菜を詰め合わせた新商品茨城ベジフルギフトを9月16日火曜日から販売いたします、茨城ベジフルギフトは茨城県産野菜のイメージアップとさらなる消費拡大を図るため JA 全農茨城と県で企画開発したこだわりの商品で季節産地にこだわった野菜を詰め合わせてお届けします、また新鮮なお野菜だけでなく野菜に関するメッセージカードやオリジナルレシピ、県内のお得な情報などを同封しバラエティ豊かな商品に仕上がっておりますので、ご自宅用はもちろん大切な方への贈り物としても最適です、お申し込みはインターネット直販サイト JA タウンマルシェ茨城屋からどうぞ、県庁スタジオから生配信でお届けしております茨城県に総出演茨城ラステーション、今日のお楽しいジェームズ・イデキと西野ひとみです、さあ、ソーシャルストーリーの方をいただいておりますけどもね、はい、ありがとうございます、忙しく働くパン屋さん、かっこいいわ、うん、ありがとうございます、逆に忙しいところ申し訳ございません、本当に申し訳ありませんでしたねえ、なんか、ね、
ありがたいよね、はい、パンを出しながら答えてくれてさ、ちょうど焼き上がっちゃったんですよ ね、もう桃ちゃんもあのマイクじゃなくてパン持ってればよかったね。あつっあつって言いながら。でも本当あのパンって、あと焼きたてを食べるのが美味しいだろうね。美味しいですね。何とも。どんなパンが好きですか。私は、あの最近よく流行っているイチジクとかくるみが入っている、ちょっと固めのパンが好きですね。ドライフルーツ的なのが入っている。そうですそうです。あの硬くてあんまり食べられないから。咀嚼でね、咀嚼で疲れちゃうからね。量食べないで済むから。なるほどね、はい、僕はね一番大好きなのはすみません食パンです。自分さんらしいですね。食パンを焼いてよしね、そのままでもよし、でなんか塗ってもよし、挟んでもよし、もう万能じゃないですか。オールマイティ。そうだから大学時代、僕あれですあの一斤、とかをお昼に持ってって、全部一人でお昼だけで食べちゃったりとか。あ、よくありますよね。つまんでまたちぎって食べると美味しいですね。そう、美味しい、そうなんですよ。一気食べます。さあ、そしてですね、今日のテーマでございますけれども、ソーシャルの方ね、県内観光スポット行ってみたいところ、ぜひともいただきたいと思いますけれども、あのね、花抜き渓谷あるじゃないですか。あそこね、夏場は行ったことあるんですけど、秋って僕行ったことないんですよ、紅葉の時期に。本当ですか。だからちょっとね行ってみたいなっていうのがすごくあるんですけどもね、ぜひ皆さん行ってみたいところ、ソーシャルの方にお書き込みいただきたいと思います。さあ、そうやってですね皆さんと一緒に盛り上げていく番組でございますけども、我々が皆さんのところにお邪魔してお話を伺うコーナーもございます。それがいばきらピープルのコーナーでございますけどもね、今日は私が久方ぶりに、行ってまいりまして、しかもねいかついですよ。いかつい。今日はいかついんですか。はい、R ブラッドと言います、格闘ジムにお邪魔してまいりました。それではご覧いただきましょう。どうぞ。今回のいばきらピープルでございますけども、なんかこういかついでしょ。というわけでございまして、今日はですね格闘ジム R ブラッドにお邪魔いたしまして、 R ブラッド代表桜井龍太さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。龍太さんっていう言い方もなんだよね。そうですね。呼ばないからね。そう、さん付けしたのは多分初めてに近いと思うんですけども。そうね、はい、実は僕これ中学校の同級生なんですよ、中学校の同級生、つまり同い年ながら、この体育の違いね、これすごいですけどもね、まあ実はこのジムの代表でありながら現役の、まあ、獲得の選手として活躍されている桜井龍太さん、まあ、龍太にお話を今日はちょっといろいろ伺っていこうと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いします。というわけで、まあ、同い年でね、こうやって現役で今頑張っていらっしゃいますけども、改めて、まあ、もう龍太っていう場所もないんだけど、龍太のプロフィールをちょっとねご覧の皆さんにもお話ししていかなきゃいけないなと思うんですが、まずいくつぐらいからこうやって格闘技にのめり込んでいった、いくつ、どうですかね、まあ、やりだしたのはまあ中学ぐらいかなって感じですけどね。中学時代、まあ、確かにレスリング部あったから、それに入ってやってたんだよね。そうそうそう、もうはるか昔の話だから俺もうぼんやりしちゃってんだけど。もうね、だいぶ前だね。もともと格闘技は好きだったの。格闘技はもう本当ちっちゃい時から好きで、で、そうね、小学2年ぐらいには多分ぼんやりだけど、まあ、格闘技とかそういうので生活するのかなみたいな感じはあったけども、どうしたらそうなる、そうなれるかっていうのは分からなかったから、ね、その中で中学でそうか、そうそう、部活があって始めたっていう、もうそこからもう要は13、14歳ぐらいじゃない、そこからもうずっと格闘技の道を歩んできてる、そうですね、なんだかんだで。それってすごいじゃない。途中で嫌になったりしなかった、まあ2回ぐらいなんか怪我だとか、そういうので、ちょっと厳しいかなっていう時はあったけども、でもこれしかないかなっていう、他は何やっても何もつまんないんで。
すごいな。でもね、ちょっとほら前に話聞いたけど、うん、我々世代のプロレス好きなら必ず反応する、うん、ゴッチ選手、カルゴッチ、のところにも通ったことがあるんでしょ。通ったっていうか、まあ、たまたま、うんうん、まあ、レスリングの、まあ、スクールっていうか、うん、その道場に、練習させてもらってた時に、うん、一緒に、まあまあ、一軒家で、うん、なんですかね、まあ、みんな集まって、うん、そこでこう生活するような場があって、寮みたいな、そうですね、うん、そこでたまたまその一人がゴッチさんの弟子がいて、うん、でその人がまあ、ゴッチさんの練習、うん、まあ、なんですか、ガレージがあるところに行くっていう時に一緒に行かせてもらったって感じで、うん、ってことは直にガールゴッチさんに、まあ、ある程度教わったことがある。教わったことは、まあ、そうですね、その時に、はい、行って、それだけで同級生ながら憧れの目で見ちゃう自分がいるんだけど、でも自分もね、うん、行った時はもうゴチさんだから、うん、やっぱり鳥肌が立った感じだね、一番最初は。カールゴチさんご存じない方はぜひいろいろこう検索していただければものすごい選手だというのが出てきますんでね、よろしくお願いしたいと思いますけれども、はい、まあ、そういったいろんな経験をしつつ、すごい称号を取ったじゃないですか、第2代の、あ、ディープの、うん、はい、ディープのチャンピオンとして君臨されたわけですけども、実際その時っていうのはどんな気持ちだった。その時、うん、まあ、その時はまあそういう、まあ、チャンピオンと戦えるっていうのが、うん、話が来て、うん、で、まあ、取るもんだと思って、うん、試合をして、まあ、取れたって感じですかね。取るもんだと思って試合をして取れた。ね、みんな取るもんだと思って大体願望で終わるんですよね。そうなんだよ。まあまあ、この筋肉見ても分かるけど、やっぱ半端ないトレーニングをしてるわけじゃない。そう、まあそうですね、はい、うん、結構やってます ね。で実際、まあ、このジムが、まあ、リュータのジムである、まあ、リュータが代表でありますから、うん、リュータのジムであるってことなんですけども、はい、ここ自体は開業して何年ぐらいになる。8年近く、もう来年になったら9年目かな。で最初は、まあ、変な話、自分のトレーニングする場所として立ち上げた。そうそうそう。でもそう考えると今もほら現役の選手なわけじゃない、うん、現役の選手と、まあ、ジムのオーナーとしての二足のわらじって大変じゃない、うん、ね、大変大変だね。まあ年齢的にはそのオーナーになってもおかしくない年齢ではあるけども、いまだにね、ぶっちゃけ40過ぎて現役の選手でやれるってのはなんかやっぱある。いや、なんかあるっていうか、まあ、みんな頑張ってるんで、うん、一緒に頑張ってるって感じなのかな。みんなが頑張ってるか一生懸命頑張ってる、うん、あとはまあ自分が頑張るとまたね、うん、それがこう下の人が刺激にもなるし、うん、まあ、自分が言ってることに説得力があるというか、やっぱりなんだかんだで、やっぱり強くないとね、言ってることがね、やっぱりそれで入ってくる人とかはこう素直に聞いてくれないんだよね、なんか。はあ、でも本当に強い人はこういうこと言うとゾクッとしますな。本当、分かんないけど。なんか俺、なんか同級生を褒めるのってすごいなんか照れくさいんだけど、かっこいいわ。まあそんな感じ。かっこいいわけじゃないと思うけど。いやいや、かっこいいですよ。ギリギリだよね。でもね、まあ、その現役で頑張ってる強い人間が言うからっていうのもあるけど、うん、その現役のあなたがまた近々試合があるっていう話じゃない。はい、ありますね、はい、いつある。10月の26日。10月の26日、はい、日曜日。日曜日、日曜日、どちらであるんですか。水道橋の高楽園があるところの、うんうん、隣にTDC ホールっていうのがあって、うん、そこでやります、ね、あ、で高楽園を目指していけば、まあ、大体、はい、場所もう隣なんで、うんうん、はい、今回の試合っていうのはやっぱりディープ。ディープでってことは2代目チャンピオンだったリュータがディープにまた参戦して、はい、てっぺん狙うと。そうですね、今度の相手に勝てば、うん、また
チャンピオンの人とタイトルマッチが12月にあるんで、はい、そっちに行ければなって感じです。すごいね。ねすごいっていうわけじゃないけど、まあ勝たないとすごくはない。いや、まあそうだけどさ、でこれぶっちゃけチケットの販売とかっていうのは、あ、チケット販売、うん、そうですね、あ、まあ、ジムの方でも、うん、はい、あ、こちらのジムで、そうですね、ジムの方に言ってもらった方が、うん、まあ、自分の名前で、うん、人が呼べるってことで、うんうんうん、はい、そうすると助かりますね。ということで、じゃあまあこれは茨城県内の方はもちろんだけども、はい、いろんなところで見られてるんですけども、はい、Rブラッドで検索してもらえれば、そうですね、あれかな、はい、ホームページ等とかはあるし、電話とかでも言ってもらえれば、うん、はい。R ブラッドはスペルは、あと大文字の R、そう、大文字の R に、にハイフンの BLOOD ですね。これ全部大文字で、そうです、はい、大文字で R ハイフン BLOOD で検索していただければ、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いしたいと思いますけれども、こういったジムの運営とかってどうなの？実際ここに通ってる生徒さんっていうの、はい、選手っていうの、はい、それからの月謝だけで成り立つもんな。そう、一応ね。はあ、すごいな。でもほらよくさ、ボクシングとか見ててもさ、はい、このパンツにこうなんかロゴが入ってたりするじゃない。はいはい、はい、いろんな なんとか商店とかさ。そうですね。うん、あいつたのっていうのはスポンサーさんに。スポンサーで、うん、名前入れるとかそういうので、うん、はい。ちょっとやらしい話聞いちゃうけど。はい、そうですね。実際でもそういうのっていうのは。この格闘技の世界でもありなの？あ、格闘技、自分もまた、うん、今回の試合にスポンサーさんが、うん、一応、まあ、呼びかけて、何人かはパンツに入れるっていう話と、うん、あとは今回初めてバナーって言って、うん、そういうのにもそのスポンサーになってくれる人で、うん、ロゴマークとかある人がいれば入れてって感じ。はい、じゃあ募集しよう。募集、そうです、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひリュウタを応援したいというか、はい、ぜひとも連絡くださいよろしくお願いしたいと思いますけども、はい、でもリュウタにとって、まあ、こういった格闘技の魅力ってどういうところなの？はい、魅力だってその小学校2年生ぐらいからおぼろげながら思ってた世界をいまだに続けてるわけじゃない？はい、うん、そうね、どういうところに魅力を感じて続けられてるのかな。魅力はまあ子どもの頃とかってやっぱり誰が強いとか弱いとか、まあそういうので、うんうん、でそれの延長で今もやってるだけなんで、はい、で総合だとやっぱりボクシングだと倒されたら負けちゃうんじゃないかとか、いろいろとそういうの中では総合が一番トータル的に強いかなっていうので今もやってる。じゃあ言い方悪いけど子供の頃のまんままんまっていうまんまだねところもあるのかな。そうだね。いやでもそれってすごい羨ましいよね。ああ、うん、ね、なんかたまにそういうふうに言われる時もあるけど、うん、まあでもその通りだからなと思うね。はあ、もうね、本当同級生にこんなかっこいい男がいるっていうのは僕は嬉しいですよ。ありがとうございます。ちなみに生徒さんとかで募集してんの？まだ募集もそうだね、そうですね、いっぱい入った方が。でもやっぱ格闘技に興味ある方たくさんいらっしゃるだろうから、なかなか痛いんで、なかなか難しいですよね。まあ、確かに痛いね、はい、うん、でもぜひね、もしぜひぜひ、はい、皆さん入ってくれると助かります。水戸、茨城県水戸市にございますのでね、はい、ぜひとも足を運んでいただければ、はい、現役の選手が親切丁寧に、はい、そうですね、大島さん、はい、大丈夫？クラスがいろいろとあるんで。あ、そうか、はい、ちなみに俺何クラスぐらいになるのかな？クラスやるとしたら。ああ、いや、どうだろう、打撃とかなければ充実だとか、うん、充実で、はい、もうできるし、優しくいく、まあ全然それも、はい、まあ俺今から、ね、リュウタみたいな体型には難しいと思うけども、あ、でも筋トレすればある程度は締まるよ。そういうの苦手だっつってまあ楽しくね、ね、やってもらえる。でも本当なんか前もこれお邪魔させてもらったけど、はい、すごくみんな楽しくやってますもんね。そうだね、やっぱり、まあ、試合近いなるとまあピリピリはするだろうけどね、あ、まあ多少は選手によっていろいろといますね。
まあ、いずれにしても10月26日、はい、日曜日ですね、はい、日曜日、はい、ぜひあの皆さん応援してあげていただきたいと思います。よろしくお願いします。最後の一言皆さんに、はい、あのぜひ、来てくれると自分もテンションが上がるんでよろしくお願いします。はい、はい、というわけで今日はですね格闘技ジム R ブラッド代表桜井龍太さんにお話を伺いました。今日どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、桜井さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。というわけでね、同級生なんですよ。かっこいいですね。同級生にインタビューするっていうのは、あのね、ほんとね、正直ね、やりづらい、やっぱりなんかこういろんな過去のことも知ってるわけじゃないですか。あ、やんちゃだった頃、中学生ですもんね。そう、若かった頃のね、はいはい、そういう話をこううまい湾曲させるからね、聞かなきゃいけない部分もあるし、やっぱこう丁寧にどうしても聞かなきゃいけないじゃないですか、そうですよね、はい、うん、さん付けしたことないですからね。おー、うん、本当に。でもね、はい、僕もこのアルバートのジムでちょっと体験させてもらったことあるんですけど、なんだろう、スポーツの、もちろんスポーツなんだけど疲れ方ともっと若干違う、こうすごいんです。あのミット打ちっていうのをやらせてもらったんですけど、3分間ってね、持たないよ。1分ぐらいやったらその後ってなりますから、それをねやっぱ続けるのは大したもんですよ。そうですね、ジェームさんと同い年ってことは40代で現役選手、はい、素晴らしい、素晴らしいです。そして26日日曜日に試合がありますからね、はい、ぜひお時間の方応援していただけると、僕もこの同級生としてぜひ皆さんにも応援してもらいたいなっていうところがありますんで、はい、よろしくお願いしたいと思います。というわけで、こうやって我々本当に皆さんの元にお邪魔して、はい、いろんなお話を伺っていきますんで、ご協力の方よろしくお願いしたいと思います。というわけで以上、イバキラピープルでした。警察に事件事故を通報する緊急ダイヤルとしての110番は皆さんご存知だと思います。今回は緊急じゃないけど相談したいことがあるという場合の相談ダイヤルを紹介します。相談ダイヤルの番号は110番の前にシャープと9を加えたシャープ9110です。局番なしのシャープ9110へお電話ください。相談のため110番に電話する方がおりますが、110番は事件事故を通報するための緊急ダイヤルです。お急ぎでない相談はシャープ9110をご利用ください。県内どこからでもダイレクトに警察本部内にある県民安心センター総合相談係へつながります。シャープ9110で取り扱う相談は犯罪による被害の未然防止に関すること、県民の皆さんの安全と平穏に関することです。例えばストーカーや配偶者からの暴力で悩んでいる、通学路に不審者が出没している、駐車問題や暴走族に悩んでいるなどが挙げられます。このような相談には専門の警察官などが対応しております。県民安心センター以外でも県内全警察署の警務課には相談窓口として総合相談係を設けて相談に対応しております。その他近くの交番や駐在所でも相談を受け付け、警察署や警察本部と連携を図りながら相談者の意向を踏まえたより適切な対応が取れるよう努めております。また県警では相談内容に応じた偽電話詐欺相談窓口などの専門的な相談電話も受け付けているほか、 DV やストーカーなど女性からの相談を受け付ける女性警察官、女性安心パートナーを配置し24時間体制で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。なお女性安心パートナーへの相談は電話番号 029-301-8107029-301-8107 までおかけください。警察は県民の皆様の平穏で安心できる暮らしをサポートするため、相談される方々の立場に立った懇切丁寧な対応を心がけています。事件事故は110番、相談はシャープ9110にお願いいたします。フォトトーク、初めてのコーナーだわ。
ですね、はい、ですね、あのご紹介しましょう、はい、このコーナーですね、いろんな写真があのこの後登場いたします、はい、その写真を見ながら我々がコメントをするというコーナーでございまして、はい、ある意味ディレクターからの無茶ぶりであるというコーナーなんですよ、今生配信中、ね、に知りました私、はい、そういうコーナーでございます、はい、はい、行きたいと思いますけれども、はい、今日のフォトトークの1枚目はこちら、お、ハロウィン、ハロウィンだね、はい、今月末はハロウィンでございますけども、ね、これちょっと情報が入ってまして、はい、アクアワールド、うん、お笑い中ワールドでのなんか、まあ、こう一展示という感じらしいんですけども、これ2010年の時のものらしいんですね、まあ、きっと今年も何かしらあるんじゃないかな、ね、ハロウィンも定着しましたよね、そうですね、うん、もうほとんどもう日本の、ね、行事としてね、西野さんハロウィンパーティーとかやったりします？あ、なんか昔やりましたね、仮装とか、仮装とか何したんですか、うん、三角の尻尾つけた、三角の尻尾、悪魔みたいに、あーはーはー、はい、だけ、まあいろ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 ありました、ね、そこは知りたいな、どんな紛争したんですか、いやーなんか、うん、うん、いろいろですよあの、悪魔になった時もあれば、かぼちゃになっちゃった時もあれば、まあ猫になっちゃった時もあれば、詳しくは皆さんにお伝えできない格好をしたということなので、まあ、あんまり妄想していただきたいと思います、妄想してください若かりし時の私を、はい、続いての写真こちら、はい、あ、なんかホッとするお写真でございますけれども ね、あのこれはね、下妻市の小貝川ふれあい公園のコスモスだそうです、素敵ですね、ちょっとあの曇ってる写真ですけど、なんかピンクが逆に生えてますね、そうですね、秋桜と書いてコスモス、うん、こんだけやっぱ、おーっとびっくりした、コスモスじゃないぞこっちは、今度はこれお蕎麦ですかね、お蕎麦でございます ね、こちらも筑波山をバックに、うん、こちらもね、あの下妻市の小貝川ふれあい公園近辺の蕎麦畑だそうでございます、はい、秋蕎麦の季節ですよ、ですね、これ蕎麦街道行かないとね、うん、でいろんなお蕎麦、そうだよ、はい、思い出したよ俺、何でしょう、水府の、うん、日立おだしとそば街道、はい、食べられるもんだと思ってたら、ええ、飛ばされたじゃないですか、バンジー、そっと見ない、そっと見ない、そうだ、それのリベンジに俺そば食べに行かないから、そうですね、思い出した、よし、うん、テーマが決まったぞ俺行きましょう行きましょうはい、続いての写真、はい、まあ綺麗、こちらはね、はい、高萩市花抜き渓谷です、あ、さっきジムさんが行きたいと、うん、うん、綺麗ですね、綺麗ですね、秋も、うん、いいですね、これは行かなきゃダメだな、ですね、なんかもう着物の柄になりそうですね、このままね、え、ね、本当に素敵なお写真でございます、さあ続いていきましょう、こちら、はい、綺麗、なんだろう、いい夕焼けです ね、これは筑波山の女体山、女体山、はい、の山頂から撮った、なんか富士山かと思いました私今一瞬、まあ、稜線が綺麗ですから ね、うん、へー、これは美しいですね、美しいですね、出かけたくなりました、ね、続いてまいりましょうか、わー綺麗、これもでも茨城県内ですからね、ねー、大子町のもみじ寺でございます、もみじ寺、うん、あるんですね、これは綺麗だわ、うん、真っ赤です ね、そしてこちら、太陽になんか道ができてるみたいですね、もうなんか絵はがきみたい、うん、こちらは日沼です、日沼、日沼の落葉でございますね、ほー、やっぱこのね、今の季節ってこれやっぱ夕焼けが綺麗じゃないですか、綺麗ですね、いいですね、うん、なんか今日のフォトトークほっこりしてるな、なんかそうですね、たまにはこういうのもいいですね、いいですね、ほのぼのとして、はい、というわけでございまして、はい、以上フォトトークでした。皆様こんにちは。第9期親善大使スマイル神戸辰家恵里と申します。私から神戸の街をご紹介させていただきます。神戸は1868年に開港以来、さまざまな外国文化を取り入れながら発展してきた街で、異国情緒あふれる北の偉人館街、旧居留地がございます。これらの市街地から海や山がとっても近く、一度にたくさんの観光スポットをお楽しみいただける大変コンパクトな街です。海では
商業施設やアンパンマンミュージアムが、そして六甲山からは1000万ドルの夜景をお楽しみいただけます。また神戸には日本三湖線三名線の一つ有馬温泉がありますので、海、山、そして市街地で楽しんだ後にゆっくりと体を癒していただければと思います。そして今年はあの阪神淡路大震災から20年目を迎え、12月には震災以来毎年開催しております光のイルミネーションイベント神戸ルミナリエも20回目となります。毎年全国からたくさんの方々にお越しいただきまして、今年も12月4日から15日までの12日間開催いたします。神戸ルミナリエでは長さ270メートルの光の回廊と全長215メートルの巨大な光のオブジェをご覧いただけます。茨城空港から神戸空港までは約80分ととっても近い街ですので、皆様ぜひ神戸にお越しください。神戸で待っとうよ。はい、茨城県庁スタジオから生配信でお届けしてきております茨城県民総出演茨城ラステーションでございます。エンディングのお時間でございますよ。今日もお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。さあ、明日の茨城ラステーションでございますけれども、はい、はい、明日オープニングは、はい、オープニングは私がひたちなか市からお届けします、うん、はい、そしてですね、茨城ラピープルでございますけれども、はい、明日も私なんですよ。おー、はい、うん、上総市のですね、伝統工芸士渡辺和夫さんにお話を伺っております。これがまたね、素晴らしい技。おー、また京都ね、うん、なんか道と西でいいですね、明日 ね、すごいですよ。ぜひお楽しみにしていただきたいと思います、うん、さあ、そして今週のね、あの1週間のテーマ、あー、ソーシャルストリームの方では、行楽のシーズンでございますからね、はい、県内各地行楽行ってみたいスポット、はい、ぜひともお寄せいただきたいと思いますけども、西野さんはどっか行ってみたいと思いますか。私今日ちょっと新聞で読んだんですけれども、うん、筑波山神社の鳥居が赤く塗り替えられたということなので、うん、ちょっとその紅葉の赤と一緒に見に行きたいなと思ってます。いいですね、はい、ぜひ皆さんもですね、こういったところに行ってみたいっていうのをぜひソーシャルでお寄せくださいね。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてお別れの映像は、はい、うん、お別れの映像ですけれども、はい、本日は土浦市からみんなのお届けします、はい、というわけでお届けしました茨城ラジオショー、この辺でお別れです。お相手は私、ジェームス・ディレクト、西野ひとみでした。皆さん、素敵な午後をお過ごしください。今回ご応募ありがとうございました。はい、ありがとうございます。むしろありがとうございます。いえいえ、ではですね、はい、まあ、あの、私たち茨城県という国県に住んではいるんですけれども、はい、その茨城県をどう思われますか。茨城県ですか。いや、めちゃめちゃいい県だと思いますよ。ファースト1位とかって信じられないと思います、ね、そういうなんかありますよね、調査の結果、はい、大好きです、俺は。あ、茨城愛してますから、はい、そんな茨城なんですけど、はい、どういうところがいいですか。やっぱこの のどかさというか、のんびりしてる感じですかね、はいはい、で、例えば遊びたいとき都内とかも別にすぐ行けるじゃないですか、うんうん、まあ、便もそこまで悪くないし、はい、いい感じで田舎だし、はいはい、あと気候の災害とかも少ないと思うんですよね、監督とかと比べると、ええ、こんな住みやすい県ないと思う。とても具体的な。ありがとうございます。いえいえ、はい、これからもあのお住まい茨城ということですけど、はい、出る予定とかはないです。永住したいです。あ、永住ですね、はい、永住したいですね。なるほど、ありがとうございます、はい、ではちょっと話は変わりますが、はい、ですね、これからなんですけど、はい、何かこうやりたいこととか、まあ、目標にしたいなって思うことってありますか。やりたいことですか。そうですね、単純明快に金持ちになりたいですね。あ、いいですね、はい、分かりやすくていいですよ、はい。お金持ちになったら何をしたい。あの、すげえ豪華な家建てたくて、はいはいはい、バンドもやってるんですけど、バイクも乗ってるんですよ。はいはいはい。で、その、まあ、ハーレー乗ってるんで、はいはい、で、そのハーレーとかをいじれるガレージもついてるし、うん、好きなバンドもやれるスタジオも欲しいみたいな、うんうんうん、そういう家を建てたいので、はい、単純明快にすごくお金持ちになりたいです。お金持ちっていいですよね。いいですね、最高ですね。ありました、夢まで語っていただいてありがとうございます。またこういった機会ありましたらぜひ出演の方お願いします。いつでも言ってください。はい、では本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。